よくね、混ぜてあげてください。あ、もう、ね、おっす、オラリュウジ、いっちょやってみっかということでですね、今回はこの材料を使ってですね、納豆油そばっていうですね、まあ超絶、もうサイヤ人もびっくりな簡単お手軽レシピを作っています。しかもね、納豆が入ってるからすごく健康的なんですよ、これね。ということでですね、やっていきたいと思います。なぜかキリンビールばっかあるっていうね、この家ね。はい、もう今日はね、あんまり動画っていうことを気にしないでやっていきたいと思います。もうね、今日5本目なんですよ。何が5本目ってね、別にビールの本数じゃないですよ、動画が5本目なんですよ、これ。もう好きにやらせてくれとよ、ああいう感じでですね、もう今日はね、もうカメラ気にしないで、もうおつまみを作っていきたいと思います。はい、締めのおつまみですね。焼きそば麺、まるちゃんのね、焼きそば麺なんですけども、別に他の焼きそば麺でも大丈夫です。はい、納豆ですね、小粒納豆。そう、これでね、納豆と一緒にこのね、麺をチンすることによって納豆油そばが完成するんですけども、質問が来るんですよ。納豆って加熱すると栄養素死ぬんじゃないですかっていう風に言われることがあるんですけど、これだけは言っときたいんですけども、栄養素はね、死にます。納豆キナーゼっていう酵素が死んじゃうんですよ。納豆キナーゼっていうのは、この火を通してない納豆にだけある栄養素なんですけども、これがですね、火を、それもね、火って言っても、熱って言ってもね、60度ぐらいで死んじゃうんですね。だから例えば炊きたてご飯でもこれ死んじゃうんですよ。なので本当はこのままこの状態で食べた方がいいんですけども、納豆ってその納豆キナーゼ以外にもものすごい栄養素がいっぱい含まれてるんですよ。なのでその栄養素をいろんな方法で摂取した方がいいんですよ、本当はね。納豆キナーゼ以外もね、僕は火を通して納豆が美味しく食べられて納豆をいっぱい摂取できれば一番いいと思ってるので、なので火を入れるのは多分僕は効果的な納豆の摂取方法だと僕は思ってるので、とりあえず納豆火を入れても全然 OK。僕の大好きなストロタスですね。4入れました。ごま油がね、小さじ2ですね、これね。はい、2入れましょう。塩ね、少々入れましょう。はい、黒の胡椒ね、入れていきますね。はい、パパ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 と、もうね、これでいいんです、これでいいんです。はい、まあね、酔っ払ってる時にね、包丁を使った料理とかはちょっと危険ですのでね、はい、危険ですので、これをね、入れるだけでなんと超絶美味しい締めが完成してしまうっていうですね。これ2分でいいんですよ、2分で。ということで、電池から出しました。結構ね、温まってる。もう麺もね、結構ね、白だしの水分でほぐれてるんですよ。なので、これをね、よくね、混ぜてあげてください。マジマジしてくださーい。マジマジね。そうするとね、納豆のね、この辛みもね、すごくね、いい感じになってきますんでね。混ぜ混ぜからのごくごく。あー、混ぜ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 からのごくごく。まあそんなのはどうでもいいんですけども、とりあえずそこね、麺を持っていきましょう。はい、で、納豆はね、上からね、こんな感じでね、たっぷりかけて。コストも安いんですよ、これ。納豆とね、焼きそば麺だけですからね、100円かかるのかなぐらいな感じですよね。真ん中はこれね、開けといてくださいね、これね。もう、乗せてあげましょう。お好みなんですけども、マヨネーズね、これね、見栄えがいいようにね、ネギさんも足していきます。はい、さらにカロリーを足していきます。辛味もあった方がね、うまいので、ね、はい、黒胡椒もかけちゃおうか。はい、パンチのあるもんが食べたい。納豆油そばの完成でございます。人という字は、はい、ということでですね、食べていきたいと思います。おっと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 、ということでですね、食べていきましょう。僕は最初からクライマックスなので、ドーンドーンドーン、卵黄ドーン。僕ね、納豆すごい好きなんですよね。引き割りでも美味しいですけど、引き割りだとね、麺によく絡むんでね、結構それもおすすめです。はい、いただきます。これうまいね、やっぱね。僕気づいたんですけど、納豆と白だしの相性がものすごいんですよ。納豆と白だしを合わせて美味しくないものがないんですよね。辛みがいいですよね、納豆のね。もうね、納豆がね、ソースになってます。これはね、締めにもってこいじゃわ。うん、うまい。あ、
味変カンフージェネレーション言いたかったタバスコですね。僕はね、辛いのね、すごい好きなんでね。うん、リライトしたわ。七味唐辛子ですね。七味最高っすね。これはね、飲める。もうね、とにかくね、この納豆とこのごま油と白味のタレが相当うまいので、ね、入れて2分でできますからね。もうカップヌードルと同じですよ。ということで皆さんね、ぜひやってみてください。ということでですね、今回の動画面白そうだなとか、美味しそうだなとか、なんかやってみたいなとか思った方はぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。